安藤昇っていう人がいたんですけど、裏社会の人っていうか、まあヤクザみたいなことやってて、で、一回刑務所に入ってんですよね。で、出てきてからその俳優業もやってたっていう人で、まあ結構長生きをしたんですね、90代まで。で、この間亡くなった人がいるんですけど、この人は本当に私は男の中の男だと思ってるんですよね。で、なんでなのかっていうと、その彼が90くらいになって書いた男の品位っていう本があるんですよ。で、それは昔読んだことがあるんですけど、まあこの人は若い頃、女が好きだったっていうか、まあ一言で言うと女が好きだったんですよね。まあ彼の若い頃って言ったら本当に戦中とか戦後とかそういう時期ですよ。その時に女が好きで、で、彼はどうしたのかっていうと、ナンパをするんですね。今で言ったらナンパをして、で、なんかその辺にいる女に声をかけて、まあなんかでもとりあえず最初なんかカフェみたいなとこに行ったらしいんですよね。果たして戦争中にカフェがあるのかっていうのはわからないんですけど、まあそこに行ったらしくて、で、行って話して、まあなんとなくこう、打ち解けるっていうか、で、まずここで打ち解ける時点ですげえコミュ力高いなと思うんですけど、ここでまず打ち解けて、で、それがまあひとしきりこう話が弾んだところで、いきなりなのかわかんないけど、とりあえずやらせてくれって言うらしいんですよね。で、しかもそれもなんか軽いノリで言うんじゃなくて、相当真剣な感じで、やらせてくれみたいなことを言ったらしいんです。で、そうすると、まあもちろんそれはダメっていう女もいるんだけど、結構な割合で、OK みたいになったらしいんですね。で、その経験から彼が言ってるのは、そういう風に真剣に本当に一回やらせてくれみたいに口説いたら、女は心を打たれるって言ってるんですよ。で、もちろんこれはその安藤昇だからできたっていうこともあるわけですね。そういう人なんですよ。持ってるものが、まあすごい人だからそういうところに魅力を感じて、女がそうなったのかもしれないし、まあその戦時中とか戦後っていう混乱の時期っていうのもあるだろうし、もう男なんていうのは本当に徴兵されてどんどんいなくなってて、わけわかんない状態になってるわけですよ。まあそういう状況もあるだろうし、いろんな背景はあると思うんだけど、でも今よりもはるかにその低層観念とか強かったであろう時期ですよ。まあこれもわかんないんですけど、果たして低層観念が昔は高かったのかっていうのはちょっと疑問で、その戦前の農村とかっていうのはその予売の風習とかそういうのもあったわけですよ。あの津山事件とかっていうのもそれがベースになってるんですけど、だそういうのもあって実はそうじゃなかったんじゃないかって話もあるんですけど、まあ一般的には普通しないですよね。その婚前交渉とか、まして結婚後ですよね。そういうことはしないわけです。そもそも戦前は貫通罪もありましたしね。でもそういう時代でも本当に、ちゃんと言えば、心を打たれるって言ってるんですよ。で、これは結構な部分当てはまると思います。心を打たれるっていうのは、ちょっとうまく表現しづらいんですけど、気持ち悪いとか、そういう感情を超えて、こう、本能に刺さるっていうか、純粋にその、生物としてオスからその求婚っていうか、生殖行為を求められるっていうのは、それはそれで、来るものがあるっていうのはそれはわかります。私も女だったらまあ多少心は動かされると思います。だからって、それに応えるかどうかはまた別問題ですけどね。まあ一般的にはそういうことをしないわけですよね、我々っていうのは。もっとすんごいこう複雑なプロセスを経て、そうなるわけですね。だからやらせてくれみたいなことっていうのは相当先の方にあるわけですよ。その会ってその場でっていうのはまずないし、まあ相当いろんなことをやった結果最終的にそこに行くんですけど、果たしてその間のものっていうのが、まあ必要なのかっていうか、必要な場合ももちろんあるんだけど、その相手によっては。必要じゃない場合もあるんじゃないかっていうことなんですよ。だからモテる人っていうのはそういうことをやってると思います、結構。もちろんそのナンパして会った瞬間にみたいな、会ってその1時間後にとかっていうのはないかもしれないけど、かなり早い段階でそういうことはやってると思います、モテる人っていうのは。それは、やってると思いますよ、いろんな話を聞いてると。で、モテない人っていうのは、そういうことが言えない人なんですね。
モテない人っていうのはそもそも声をかけるのも苦手だし、デートに誘うのも苦手だし、いや、その前に連絡先交換したりするのも苦手だし、ましてですよね。まして、性的な行為をしたいとかさせてほしいっていうふうに言うのは、すごく苦手だと思います。それは、いろんな理由があるんですけど、自信がないですよね。拒絶されるのは怖いっていうことですよね。それを拒絶されるっていうことは、結局自分にとって、そのオスとして男としての価値がないっていうことになるわけですよ、それは。だから、そういうことをしないで、こう、ずーっとこう、周りをこうやってぐる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 回ってるんですね。でも、そういう男が、モテない男が妄想してるのは、女の方からそういうことを言ってきてくれたらいいなくらいの思ってるわけですよ。そういうところがずるいんですよね。モテない男っていうのは。そんなことあるわけないじゃないですか、だって。乱射動かないんだから。まあ、これは大昔なんですけど、既婚者の女が、まあ、歳は同じくらいですよ。でも、まあ、既婚者の女がいて、なんかめっちゃ私に連絡をしてきた時があるんですね、一頃。何ヶ月かにわたって、なんか頻繁に電話かけてきたり、なんか会いましょうとかって、結構しつこく電話してきたりした時があったんです。で、なんだこいつって思って、うぜえなと思ってたんですけど、まあ、一回それで会ったんですよね、夜に。それも呼び出されて、なんかいきなり、今、家の近くにいるから、うんぬんみたいな。ちょっとでいいから、出てきてくんないみたいな言われて、で、出て行ったって話をしたら、なんか、その、旦那と結婚してから、なんかもうそういう性的な欲求が起きなくなったぞ、旦那に対して。もう子供も生まれて。で、なんかもうそういうのが続いて、なんかもう欲求不満で、おかしくなりそう、うんぬんみたいな。で、まあ、彼女は彼女なりに考えたらしいんですね。まあ、その、身近な人間関係の中で、誰だったら、できんのかな、みたいな考えて、それで私だったら、私はま、当時ってか今もそうですけど、独身だし、なんかそういう恋人とかもいなさそうな感じだから、私だったら相手にしてくれんじゃないかと思ったみたいなこと言ってきたんですね、いきなり。でも、そんなの無理じゃないですか。さすがに私は無理ですよ、それ、既婚者は。トラブルの嫌だし、やっぱり旦那の立場になって考えたらそれ絶対できないと思うので、それは無理ですよ。だからそれは別に何もなかったんですけどね。でもそれだって私は嬉しかったですよ、それは。純粋に。嬉しかったっていうのは、その女から性的な対象として見られるっていうことですよ。それは嬉しかったですよ、私は。まあだからそれと男と女の立場が逆になった時はまた違うんですけどね。で、女っていうのは基本的にもう常にそういう風に見られてるようなもんですから。ただ、そういう風な対象として見られているんだけど、女は、本当に面と向かってちゃんと誘われることっていうのは少ないんですよ、それは。じゃあ、一人の女がその一生の中で何回そういうことがあるかっていうと、非常に少ないわけですね。まあ一般的には。数えるほどじゃないですか、そんなの。その特定の交際している男とか、結婚した旦那とか、そういうのあると思いますけど、そうじゃない場合に性的な誘いを受けるっていうのは、一般的には少ないと思います。そう多くはないと思います。で、下手したら一回もない人もいるかもしれないですよね、それは。だから嬉しいんですよ、それは。ちゃんと言われるっていうのは。ただ嬉しいっていうのと、それを OK するかっていうのはまた別の話だし、相手にもよりますよ、当然。それは言われて嬉しい相手と、言われて気持ち悪い相手がいます、それは。私もいます。さすがにちょっとこの人は嫌っていう人は、それはいるんですよ、いろんな理由で。年齢が離れすぎてるとか、明らかにその自分の好みから一流しか外れてるとか、そういう場合はありますよ、それは。誰でもいいわけじゃないんだけど、まあ少なくともその時は私はとても嬉しかった。で、話を戻すと、そういうことがまああったんですけど、昔。で、私だってそんくらいですよ。人生一回くらいですよ、そんなの。だから、そういうことを、まあ積極的にするわけではないんだけど、別にそれが必ずしもいいことだとも思わないですし、私は。それは基本的にはちゃんと交際してからっていうのがいいんだろうけど、でもそれは、
場合によりけりだし、そこまで悪いことではないと思うんですよね、別に。その悪いっていう、その価値観っていうのは、じゃあどっから来てるのかっていうことですよ。それは社会文化的に、後天的に形成されたものに他ならないわけですよね。その性に不死だらであるっていうことがいけないことだ。というか、そもそもこの性の問題自体がタブー視されてますからね、この社会では。この社会文化の中では、それはオープンにしてはいけないことなんですよ。触れちゃいけないことなんですね。あるのにもかかわらず、それについて語ってはいけない。公にしてはいけない。からわかんないわけですよ、みんな。わかんないし、私の家庭では一切そういう話はなかったですよ。特に母親がそうです。一切そういう話には触れないし、ちょっとでもそういう風になろうものなら、すごいこう機嫌が悪くなるっていうか、まあそういう系の人なんですよ。まあそれに比べれば父親は多少オープンだったかもしれないですけども、父親もほとんどそういうことについては語んなかったですからね、何も。だから、オープンにできないんですよね、そういうこと。でもそういう気持ちを持ってるわけですよ、私は。私はっていうかみんな持ってるし、男性は少なくともそうです。で、女性はもちろん男性とは違うので、その構造が。常にそういうことを持っているわけではもちろんないですよ、それは。ないけど、それは時にはそういうことだってあると思うし、あるんですよ。宮台がよく言ってるじゃないですか、90年代の渋谷がどういう状況だったかって。その90年代の渋谷っていうのは、もっと今よりも汚くて混沌としてて、まあその世の中に援助交際とかそういうことが、ブルセラとかそういうことが騒がれてた時代ですよ。その時っていうのは、ナンパっていうのがもっと普通の文化だったし、そういうことがあったわけです。その安藤昇が、その終戦直後とか、戦争中とかにやってたようなことが結構ちょこちょこあったんです。あったんですよって、私は実際にそれを経験してないからわからないけど、まあその雰囲気っていうのはあったわけですね。90年代とか2000年代頭くらいまであったと思います。で、それが今、パタッとなくなったっていうか、そのナンパ時代ができなくなってしまったので、そういうのなくなったわけです。ちょっと前の10年くらい前とか、10年、15年前ってそういう本いっぱいありましたよ。ナンパ術の本とかって。で、私が言ってるのは、ナンパとかじゃなくて、ナンパじゃなくて、いきなり会いましたじゃなくて、普通に、その日常生活の中で関わりのある人です。で、もちろんそれは既婚者とかそういうんじゃないですよ。相手がいない人ですよ。相手がいないってことは分かってる人です。で、そういう人に対して、性的な関心があるっていうことをこう伝えるっていうか、どうですかっていうことですよね。っていうのは別に悪いことではないと思うし、それはもっとやるべきだと思います。モテない系の人は。じゃあ、今、こう考えてみて、じゃあそういうことが言える人が、じゃあどのくらいいるのかって話ですよね。そもそも母数として、じゃあ何人いるのって考えると、そんなに多くはないわけですよね、そもそも。そういうことを言える関係性の人っていうのは。で、その人と、自分がじゃあなんで交際をしないのかっていうと、それもまたいろいろな事情があるわけですね。それはいろんなことがあって。いろんな事情があるんですけど、でも、交際をするとか結婚をするっていうことと、その性的な関係を持つっていうことはまた全然違う話なんですよ。で、なんかそのモテない人の脳内では一回性交渉したイコール、妊娠するとか結婚になってしまうみたいなその、妄想があるんですけど、そんな簡単に妊娠はしないですし、別に一回したからって結婚とかそういうことにならないですよ。で、なおかつ、とても一番重要なことは、無理やりやってるわけではないんですよ。これが性加害と全然違うことで、確認を取ってるわけですね。性行為をしたいですっていう確認を取って、どうですかっていうことですよね。で、それに対して相手がいいですよって言ったわけです。ってことは何の問題もないわけですね。それ相手が既婚者だったら問題だし、既婚者じゃなくてもまあそれは付き合ってる人が当時いるんだったらそれはあまりいいことではないですけど、そうじゃないんだったら何の問題もないことですよね、それは。それを問題だっていう根拠っていうか、それは何もないんですよ。ただ自分がそういうふうに教えられてきて吸収してきた倫理観、道徳、に他ならないわけです。で、そういうのはいらないんですよ。
そういうものをなんか刷り込んでいくから苦しいんだと思うんですよね。特にそのモテない系の人で、モテてる人とかそういうのに巧みな人っていうのはそういうのがないんですよ、もともと。ある意味サイコパスっていうか、本能のままに生きるっていうか、そういうことです。だからそういうことを言えるわけですね、普通に。まあ、どういうシチュエーションでどういう表現をしてそれを誘ってるのかっていうのはわからないけど、そういうことはしてると思います。で、これは女性が書いた本で、まあそれも結構古い本なんで今には当てはまらないことがあると思うんですけど、なんかその本もそういう話は書いてあるんですよ。その交際してないけど、まあ友達みたいな、そのなんかそのガールフレンド的なポジションの人にそのセックスを持ちかける時はどうすればいいのかみたいなことを女が書いてるんですよ。それを誘って断られた場合の対処法とかも書いてあるんですよ。で、その女が言ってたのは、あなたのことがすごい魅力的だから誘ってしまったけど、これからも友達としてよろしくみたいなことを言えばいいって書いてあったんですよ。だからそれはそれで、まあ流すっていうか、まあ流せっていうことですよね。だから魅力的だからそうしたっていうことですよね。そこは大事だと思いますよ。誰でも良かったわけじゃなくて、あなたがとても魅力的だからそういうことに及んだのであって、誰でも良かったわけじゃないよっていうことですよ。そこが大事なとこじゃないんですか。で、こういうことを、まあ持ちかけるっていうか誘った場合に、その相手との関係性が崩れるっていうことを恐れるわけですね。特にその同僚とか、まあ友達関係もそうですけどね、そのコミュニティの中の一人とか、例えばまあ大学生だったら同じサークルの中の一人とか、まあバイト先の一人とか、その職場の同僚だったりとかってなると、やっぱりそこで、まあ失敗した時に気まずくなるとか、やばくなるんじゃないかっていうのは思うわけです、それは。まあ思うんだけど、別にそうなったらそうなったらいいんじゃないですか、それは。っていうことですよね。そういうことを、こうなったらどうしよう、こうなったらどうしようとか、あんまり考えなくていいと思うんですよ。考えれば考えるほど、結局何もできなくなりますよ、それ。だって何もしないのが一番リスクが低いですからね。例えばそのコロナの時期だって、その何にもしないのが一番いいわけですよね。一日中家に引きこもって、誰とも会話をしません、外には出ませんとか。それが一番感染リスクは確かに低いわけです。で、それやって家の中に引きこもってて、じゃあ楽しいのかっていう話ですよね。それは抑うつ状態にもなりますよ。